イーゴリ・ウラジー・ミロビチ・モルグロフは、ロシアの外交官。ロシア連邦外務次官。1983年、モスクワ大学アジアアフリカ学部を卒業する。1991年外務省に入省する。外務省本省のほか、日本、アメリカ、中国などの在外交官に勤務した。2006年から2009年まで、駐在中国大使観光師3時間。 2009年から2011年までロシア連邦外務省第1アジア局長2011年12月からロシア連邦外務次官、中国語と英語に堪能私生活では夫人との間に西がいる2015年9月2日インタファクス通信に対し日本との北方領土問題に関する対話は行わない考えを示した 日露間の平和条約締結に関する交渉を継続する用意はあるものの、領土問題については70年前に解決済みだと述べた。2018年、日本の森県領外務審議官との日露時間給協議などに当たった。その後、日露平和条約交渉の実務担当者として大統領特別代表に指名される。ロシア外務省。 2015年9月5日閲覧。ロシア外務次官日本と北方領土の対話せぬ領土問題は70年前に解決済み。産経ニュース。2015年9月5日閲覧。日露時間級、協議11日にモスクワで開催産経ニュース2018.5、81時28分更新日露外相を平和条約交渉責任者に、 首相報路前に初会合。ありがとうございます。